C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 C の代表の篠崎です。今日はヘアマニキュア酸性カラーについて説明したいと思います。一般的にですけども、ヘアマニキュアと酸性カラーっていうのは同じもので、正式名称で言うと酸性染毛料、もしくは半永久染毛料というふうに言われております。まあ、なぜ半永久というかというとですね、髪の毛の中に全部浸透しないわけですね。最初の動画で見ていただくと分かるんですけども、一般的に通常の美容室のカラーで1液と2液を混ぜるものっていうのは毛の中に浸透させて中で発色させますので永久染毛料というふうに言われるんですけども、これはですね、中に浸透しないので半永久染毛料というふうに言われているようです。で、特徴的にはですね、メラニン色素を溶かし出す効果がないので、黒髪とかに染めてもあまり色は出ないです。その代わり明るくなったところに入れるとですね、鮮明に色が出ます。なぜ鮮明に出るかっていうのもここから説明していきたいと思います。まず染まる仕組みなんですけれども、ちょっと難しいですね。髪の毛っていうのはプラスマイナスイオンで釣り合っているということになっているそうです。そしてですね、マニキュアを塗布する、もしくはその前にですね、髪の毛を酸性にちょっと振ってあげます。そうするとですね、プラスイオンが、帯電すると。で、そこにですね、マイナスイオンを持った酸化染料がくっつくことによって染まります。ってことはですね、キューティクルの表面、もしくはキューティクルの内側ぐらいまでにしか、染毛料っていうのは入りません。ですので、まあ、半永久染毛料というふうに言われているんですが、永久染毛料、まあ、通常の1液と2液を混ぜて使うカラーに比べまして表面に直接色が出るので鮮やかに色が出ます。シーノはですね、この資生堂さんのカラーミューズっていうのを使ってるんですけども、めちゃめちゃ綺麗な色が出ます。特にですね、ブリーチ通して明るくしたカラーに上からかぶせるとですね、めちゃくちゃ鮮やかに色が出るんですね。だから真っ赤っかとか真っ青とかいうカラーはやはりマニキュアにかなうものはありません。ただ半永久染毛料という言葉に騙されてしまい、カラーっていうのはじゃあマニキュアっても表面についてるから抜けるだろうというふうに考えていると実は大間違いですね。今カラーのそのヘアマニキュアの性能というのはめちゃくちゃ良くてですね、例えばですけど、この言葉に騙されて、じゃあブリーチで抜いたところを赤くしてみよう、赤くした場合にその赤なかなか取れないです。そしてですね、逆にじゃあ赤いところ赤くなっちゃってて、それをまあブリーチしてもう一回落としましょうと。通常のカラーだとそのブリーチでも染毛料が壊れて、またその染毛料を抜いてリセットすることはできるんですけども、マニキュアに関しては全く歯が立たないです。要するにブリーチだと溶けない、酸化染料なんだと思います。ですから非常に手こずります。一番美容師が手こずるのは、例えばですけど、髪の毛ブリーチします、例えば真っ赤っかにします、研修とかが実習とかがあって黒くしました、黒髪でご来店されます、全く分かんないです。で、本人も何も言わなかった場合で、明るくしたい、じゃあ黒染めするしてるから軽くブリーチしようねって言ってブリーチして真っ赤っかになるみたいな、要は中からですね残ってるんですよ、マニキュアの色素が。だからまあ半永久って書いてあるんですよ、全然半永久じゃなくて、ものすごいですね、色素の定着力っていうのはすごいものがありますね。だからマニキュアを使うにはすごく勇気がいるかなと美容師的には思いますね。ポイントでね、ちょっとこうインナーカラーとかでポイントに入れる分にはいいと思うんですけど、例えばグラカラーとか全体とか言って、例えばこうブルーにしたい、じゃあマニキュアやろう、マニキュアポンって、あ、綺麗なブルー出たねって言っても、その次ですね、次回がすごく大変になると思います。
だから例えばもう赤の決め打ちでもう私は赤しかやらないとかいう方だったらマニキュアはいいと思うんですけども、例えば色を変えたい、次は青にしたいとかいう方の場合にはおすすめできないカラーであることも確かです。ただですね、これは色を明るく入れるというところの話なんですけども、押し長染めで染める場合に、例えばブラウンとか押し上がりに染める場合にはきれいに染まります。根元にもつけられないので根元ギリギリから染めるので、アレルギーがある方にも染めることができます。ただ今通常の押し長染めとかも根元をこうぼかして塗ることもできるので、通常のカラーでもできるっていうことで考えると、なかなかねマニキュアの出番がなくなっているのも確かですけども、先ほど言ったようにブリーチ効果がないのでダメージは決定的に少ないです。だからトーンアップしなくてもいいよ、白髪がなんとなくボケてくれればいいよっていう方でしたら、マニキュアのブラウンとか黒とかっていうのは非常におすすめのカラーになる可能性も高いです。そういうことでマニキュア分かったでしょうか。ここでは動画一旦失礼したいと思います。それではさようなら。3、2、1、9。最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。